はい、どうもトラ吉の無課金ハオーロード阪神10戦編です。今日でログインが、1265日目ですね。はい、現在2022年12月3日の、午前11時19分なんですけども、今回ですね、最強決定戦がね、トースリーグ限定リーグパリーグ限定リーグと、あるんですけども、そちらに挑むんですけども、僕まあ阪神純正とねオリックス純正やってますんで、今回その最強決定戦に挑む、阪神純正編オリックス純正編それぞれのねオーダーの方をねご紹介したいなと思います。はい、まあこちらですね、12月5日から、最強決定戦セリーグ限定リーグに、まあ阪神純正でやってますんでね、まあ阪神だけで挑むんですけども、まあ直近のね、オーダー紹介の時とちょっと変わってます。一応まあコンボ重視のオーダーにちょっとしてます。はい、こういう感じです。はい、チームスピリットが 96,415 ということで、オーダー紹介の時 96,600 ちょっとやったと思うんですけども、まあ200個ぐらい、スピリット下がってますけども、ちょっとコンボをね、重視にしてますんでね、こういう感じになってます。はい、まあシリーズ2ですね、で取った選手で言いますと、まあキャッチャー田淵さんですね、ランキング走って取りに来ました。はい、4,110 ということですね。はい、あとはベンチワークの原口選手と島村選手がねシリーズ2で、新たに加わった選手っていった感じですね。はい、まあ一応サードもね加計夫さんも、スプリッツ解放で3912はしてます。はい、そういう感じですね。まあ一応打順の方もご覧いただきます。こういう感じですね。はい、1番近本選手、2番佐藤選手、3番加計夫さん、4番田淵さん、5番金本さん、6番マルテ選手、7番片岡さん、8番中野選手、9番糸原選手で、ベンチが原口選手、島田選手、ロハスジュニア選手、大山選手といった感じですね。はい、まあ金本さんね、まだちょっとね3810なんで、スプリッツ解放まあできるっちゃできるんですけどね、まあちょっと今後の OB のことちょっと考えてまだ置いてます。はい、そういう感じですね。はい、まあ金本さんをね、入れることによって、まあここに高山選手ね、入れてたんですけども、そうなるとまあチームスプリッツは96,605まで行くんですけども、まあコンボがねかなり変わってきますんで、この超大胆不敵とかねこの辺の強いコンボで、まあ、400ぐらい、違うんでね、まあここでまあコンボ重視のオーダーにして、セリーグ限定リーグに挑もうかなと思ってますんで、まあ、これでいきたいなと思ってます。はい、で後でまあ最大コンボ上昇も見てもらいますけどね。はい、あとは投手ですね。投手の方はこういう感じですね。はい、投手の方でシリーズ2ですと、まあ、先発1位は青柳選手、アニバーサリーですね。はい、打者で取りに行きました。勝利の下もついてます。はい、で村山さんですね、ランキングを走って村山さんも取りに行きましたね。はい、まあ、この2名ですかね。はい、シリーズ2はね、はい、まあ、一応一覧でご覧いただきます。はい、青柳選手、村山さん、秋山選手、藤波選手、西選手、久保田さんで、アルカンタラ選手、岩坂選手、伊藤選手、岩崎選手、西純也選手といった感じですね。はい、で最大コンボ上昇率ですけども、こちらですね。はい、1463ということで、まあ直近のオーダー紹介的に1080ぐらいだと思うんですけども、まあ結構ね400近く、金本さん入れることによって上がりますんでね、まあ、ここでまあちょっとこれでそうですね、最強決定戦は、挑もうかなと思ってます。はい、で能力チャートはこういう感じですね。はい、でまあ発動コンボですね、発動コンボの方ですけども、まあ、極めたイガス魂ですね。で超大胆不敵、超変幻自在、超力戦奮闘、で類まれなる才能団結、この辺りが出てますね。はい、まあそのそうですね、この超大胆不敵が金本さんにが加わったことによって、まあ、出たという感じですね。はい、でこういう感じで出てます。はい、こういう感じですね。はい、まあこれでね、今回挑むんですけども、一応目標順位の方なんですけども、毎回ね、まあ最強決定戦の時には目標順位は僕は自己最高順位をね上回りたいという、目標を立てるんですけども、この阪神純正編の最高順位がですね、前回が2880だったんですけども、その前がね515まで行ったことあるんですよね、これね、2021年12月6日のやつですね。これがまあ一応自己最高順位なんで、まあこれなかなか難しいと思うんですけども、まあできればねこれちょっと上回るようなね順位になってくれればなと思ってますけども、まあだいぶ難しいとは思いますね。はい、そういう感じですね。はい、今回
今回はこういう感じですね。続きましてオリックス女性編のね、最強決定戦に挑むオーダーの方もご紹介します。はい、こちらオリックス純正編なんですけども、こちらのログイン日数がですね、1091日目ですね。はい、あと4日でスランク逆勝もらえますね。はい、嬉しいですね。はい、ですね、こちら、パリーグ限定リーグに挑むオリックス純正オーダーね、こちらの方もご紹介したいなと思います。はい、ですね、こういう感じです。はい、チームスプリッツが 95,586 ということで、まあ9万6000ね、全然乗ってないんですけども、まあ、阪神純正編よりもだいぶ、スプリットは低いんですけども、まあ、その分でちょっとね、コンボの方はね、阪神純正よりちょっと高いんですけどね。はい、まあ、シリーズ2で言いますと、杉本選手ですね。はい、杉本選手、アニバーサリー、ガチャで取りに行きましたね。はい、ここぐらいですかね。あと、まあ、S ランク自チーム契約書でね、つい最近、まあ、伏見選手とかね、本田選手、ピッチャーで本田選手も取ったんでね、そのあたり、まあ、育成進めばもうちょっと、スプリット上がるかなという感じなんですけどね。あと、まあ、サードの中村のりさんは、スプリット解放して3910にしてます。はい、で、まあ、こちら打順の方もご覧いただきます。はい、1番杉本選手、2番一郎さん、3番ブーマーさん、4番が吉田選手、5番中村のりさん、6番加藤さん、7番石峰さんで、8番福田選手、9番村上さんで、ベンチが T 岡田選手、福田井林選手、伏見選手、ラベロ選手といった感じですね。はい、まあ、先ほど言いましたように伏見選手がまあシリーズ2になるというのと、あとラベロ選手のところにね、あと大城選手 の覚醒の大城選手ね、まだ育成数出ないんですけども、そのあたりでまたちょっとスピリット上がるかなという感じですね、今後ね。はい、まあ、でも全然セリグ、パリーグ限定リーグにはね、最強決定戦には間に合いそうにはないんでね、まあ、このそうですね、オーダーでいきたいなと思ってます。はい、でピッチャーの方ですけども、ピッチャーの方はですね、先発人の山岡選手ですね。山岡選手がシリーズ2で、S ランク役所でね、来てくれましたので、ね、非常に嬉しかったですね。はい、で、まあ、一応称号の方もつけましてね、9位も A に乗ってます。はい、ちょっと同値とかはできませんでしたけどね。はい、そういう感じですね。で、あと大塚選手、 OB の、ね、大塚さん入れてたんですけども、ちょっとまあ3800のスピリッツということで、まあ、一応向こうの木選手覚醒なんですけどね、まあ、スピリッツ3900、ちょっと100こっちの方が高いんでね、向こうの木選手ちょっと抑えに入れてます。はい、で、まあ、こちらピッチャーの方もご覧いただきますね。はい、金子選手、山岡選手、山本選手、宮城選手で、田島選手、平井さん、平野選手、佐藤さんで、比嘉選手、向野選手、山崎選手といった感じですね。はい、まあ、まだまだ全然ね、シリーズ2の選手取れてませんのでね、まあ、これからちょっとミキサーとかも全然ね、シリーズ完全移行してからミキサーもしてないんですけどね、これからちょっとやっていきたいなと思ってます。はい、で最大コンボ上昇量なんですけども、まあ、こちらが 1571 ということで、これは阪神純正編よりね、コンボの方高いんでね、まあ、これがまあちょっと売りかなと、まあ、ストロングポイントかなと思うんですけどね、一応1571なんでそこそこ高いんでね、まあ、9万5000台で一応覇王とかも今でも上がれてるんでね、まあ、この最大コンボ上昇の1571が効いてるのかなと思ってます。はい、で能力チャートはこういう感じですね。はい、で、まあ、発動コンボの方ですけども、ここですね、極みバファローズ魂が出てまして、で超大胆不敵、超変幻自在、超力戦奮闘で、類いまれなる才能団結で、この超剛腕投手陣ですね、これも出てますね。はい、まあ、あとはこういう感じですね。まあ、オートグラフとかですね、アニバーサリーのね、はい、こういう感じで出てます。はい、はい、まあ、こちらも、目標順位の方なんですけども、自己最高順位がですね、この前回の2038、2022年5月のやつですね、これこの2038、上回るのをね、今回目標にしたいなと思ってます。はい、まあ、報酬で言いますと2038より上なんで、まあ、ここになるかここになるかという感じですね。まあ、そうですね、純正でやってますとね、 S ランク確率 10% 契約書より A ランク自チーム契約書の方が良かったりもするんですけどね、まあ、一応目標順位的には2038より上なんでね、まあ、この2000以内に入れればいいかなという感じの目標を立てたいなと思ってます。はい、はい、今回こんな感じですね、阪神純正編とこのオリックス純正編のね、最強決定戦、セリーグ限定リーグ、パリーグ限定リーグに挑むオーダーの方をご紹介させていただきましたけどね、まあ、12月5日から1週間ありますんでね、ちょっと
そうですね、成績とか順位見ながら楽しみたいなと思ってます。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金覇王ロードでした。